はい、こんにちは。整体院転院無縫の谷内です。本日も美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けできたらと思います。それではよろしくお願いします。今日なんですけども、昨日かな、ちょっとテレビ見ててですね、あの林先生っているじゃないですか。あの林修って、この人今でしょう言ってるね。あの今でしょうの先生、あの塾講師からね、あのタレントになられてすごいですよね。なんかめちゃめちゃ物知りで、なんか こんなことよう知ってはんなみたいな。まあね、テレビなんでどこまで本当か分かんないですけど、まあ、すごいいいこと言うてるなと思って、あのなんかね、あのええこと言うてるなと思ったのは、あの人塾講師じゃないですか。あのなんかね、まあ、要は東大とか目指すようなレベルの、まあ、子たちが集まって、まあ、教えてるわけですよね。でそういう子らってもうめっちゃ勉強してるから、こう何やろ、もう勉強しんどいわみたいな、もう勉強やめたいです、まあ、受験勉強ですよね、受験勉強やめたいですみたいな、やっぱり相談を受けることがあるんですって。でやっぱそれだけの高いレベルを目指してるから、やっぱそれはもう相当、きついことをやってると思うんですよ。でその時にあの林先生っていうのは、あのそういう相談をね、やめたいですって言われたら、あのこう答えるんですって。勉強っていうのは贅沢だから、やりたくなかったらやらなくていいんだよって言うんですって。ですごいですよね、その答えって。なんか東大行くために頑張れみたいな、励ますんかと思ったら、あの勉強は贅沢だからやらなくてもいいよみたいなね、やりたかったらやったらみたいな感じのノリで答えるというね。ちょっと面白いですよね。なんかでも確かにそうやなと思って、実際ね、勉強ってしてもな、そう、学校の勉強ってね、別にしなくても社会には出れるし、実際東大目指すぐらいの子って言ったらもう塾に当然行ってるわけで、年間ね、何十万もしかしたら100万ぐらいかかってると思うんですよね、塾代とかって。まあ、そういうのって全ての家庭が出せるわけでもないし、やっぱり選ばれた環境というか、恵まれた生まれ育ったね、家庭があってできることだから、まあ、贅沢っちゃ贅沢ですよね。そういうのってよく考えれば当たり前じゃないというか。でそれを聞いてて、でもなんとなく自分の僕の思ってるこう健康に関する気持ちと一緒やなっていうのを共感したんですよ。それをちょっと今日話そうかなと思って。要は、こう、勉強でね、林先生は言ってましたけど、健康は贅沢やと思ってるんですよね。健康は贅沢。なんか、世の中では、健康第一とかね、体は資本とか、あの、言葉だけは一丁前にかっこいいのってあるじゃないですか。で実際そうだと思うし、で、みんな分かってるじゃないですか。健康が一番やな言うて、あのことあるごとに言うと思うんですけど、でも実際健康になろうと思ったらものすごいお金と時間いるんですよ、実際のところ。だって普通に生活してたらみんな肩こりとか腰痛とか、まあなんかどっかしら調子悪いってあるじゃないですか。で健康っていうのはそういった状態じゃない、もうそういう悩みがない状態ですよね。体の不調がを感じない、気にしない状態を健康だとすれば、ほとんどの人は健康ではないっていうことですよね。で、ほとんどの人が健康じゃないのに自分だけ健康になろうと思ったら、もう人並み以上の努力というか、お金と時間の投資がいるんですよね、実際のところ。つまりこういうことじゃないかなと思うし、実際例えばですけど、腰が痛い、肩が凝ってる、じゃあそれを治そうって思った時に、普通に生活してたら治らないですよね。だってその生活習慣が原因で腰痛くて肩凝ってるわけだから、何か変えないといけない。そしたらまあうちみたいな整体院とか、まあハリキューとか、まあなんか通ったりとかしないとダメですよね。そしたらお金も時間もかかるし、それで痛みが取れたとしても
健康を維持しようと思ったら、例えばスポーツジムに行って運動したり、岩盤浴に行ったり、家でなんか体操したりって結構努力と時間が必要ですよね。でさらに食事管理とか、もっと言ったらね、こうパーソナルトレーナーに鍛えてもらうとかって言ったらもうまたお金いりますしね。実際に僕とかもね、まあ、前の動画とかで、玄米食べてますとか言ってるのがあるんですけど、玄米とかってもう高いんですよ。普通だいたい5キロの白米、精米されたやつ、スーパーで買ったら、まあ、だいたい2000円前後じゃないですか。だいたい5キロ2000円ぐらいだと思うんですよ。でそれが玄米をね、農家から送ってもらおうと思ったらだいたい4000円から4500円ぐらいなんですよ、玄米って5キロ。それに送料入りますから、もう5000円超えてくるんですよ。そしたら普通の人が食べるものよりも健康を目指して食事管理しようと思ったらもうコスト倍以上かかるんですよね。もうそれがね、1ヶ月3ヶ月半年1年もう一生ってなったらもうすごい額じゃないですか。そんだけやっぱり贅沢なんですよね。普通の人が買えないような値段のものを買ったり、食材を揃えたり、運動の質を高めたり、治療を受けたりってものすごい投資がいります。だから、まあ、贅沢なんですよね。だからほとんどの人っていうのはそこにお金をかけれないですよね。時間もかけれないし、だから健康な人っていうのは案外少ない、はい、本当にその部分を分かって投資してる人だけが、まあ、本当に健康でいられるという、まあ、事実をすごい感じてたんですよね、本当はね、みんな安くて早くて便利で、効果がすぐ出るものっていうのをやっぱり求めると思うんです、人間っていうのは、でも人間の体にね、そういう便利なものは、ないんですよね。もう王道しかない、食事管理、運動、もうそれしかないですから、そこを、あ、贅沢なんやなっていう意識でね、ちょっとこう気持ちを強く持ってやってくれたらね、私は健康になるために健康に投資して、贅沢やってんねやなって、贅沢やなっていうね、ふうに思えるぐらいね、の気持ちで、健康第一っていうのを考えてもらったらなって、まあ、思ってるんですよ。はい、まあ、ちょっとね、また話がなんかまとまりつかんくなってきましたけど、要は健康だよね、目指して、なんていうんですかね、まあ、ね、そこまで求めてなかったら別に健康に絶対になる必要もないし、別に不健康でも生きていけるわけですから、はい、で健康になろうと思ったら、それなりのコストはかかる、贅沢品だってことですよね、そんだけ体をいい状態に、他の人よりもいい状態にキープする、つまり何でしょうか、いい、なんていうんですか、商品を買ってるわけですよね、健康という、そういう気持ちでね、頑張っていただけたらなと思います、はい、この動画をねご覧いただいたあなたはですね、きっともう贅沢三昧されてると思いますんで、ぜひ頑張ってみてください。はい、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日の話が面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。